詐欺の疑いで逮捕されたのは川崎市の紺野海と容疑者でおととし12月 GoTo トラベル事務局に対し小田原市のアパートに1か月間で延べ80人の客が550泊したという嘘の申請をし給付金およそ760万円を騙し取った疑いが持たれています関係者によりますと一部屋に10人が同時に宿泊したという申請になっていました警察によりますと野容疑者は 架空の宿泊者を募り GoTo ト,トラベルのクーポン券を渡していたということですが取り調べに対し容疑を否認しています。ニュースディグ